こんにちは。こんにちは。ビリバジャール宮崎背番号33番の大健二です。背番号25番の梅田海人です。今日は、宮崎大学短小ゼミさんと、コラボで企画した YouTube の企画を実際にやりたいと思います。ちなみに僕テゲバジャーロ15番大健二が発表します。チーム名は大チャンズです。やる内容としては宮崎テゲイバジャーロっていう名目で、テゲバ選手にルーレットで行く宮崎市内の市町村を決めてもらって、選手2人でぶらり旅というか、そういうことをしたいと思います。で、途中あった地元の人と交流、をして、その市町村を、紹介する、まあ宮崎の新しい観光地を巡るじゃないですよ、探すじゃないですけど、そんなことをしていきたいなと思います。で、ここでいいのがやっぱり宮崎26市町村あるんですけど、まあその地元の方に触れ合えるっていうことと、多くの人にテゲバジャーロ宮崎を知ってもらえるっていうのがあると思いますし、まあ、あのシリーズ化して26全部行ってみたいなっていうのもありますし、あとお財布にも優しいのでいいと思います。で、その YouTube の内容がですね、宮崎県の、市町村を巡るという企画でして、まあ、その行く場所はこのビンゴビンゴで場所を決めて当たったところに行きます。ランダムで行きます。もうやらせなしで。で、そこの人たちと触れ合って、ちょっとですね、ここに作っていただいた、いやすごいね、こんなボードがあるんですけど、このボードにね、その話していただいた方にこう推し面を決めてもらってですね、3人推し選手を決めたいと思います。で、まああとはご飯屋さんなんかも巡れたらいいな。おー、じゃあ早速やっていきます。早速運命の、まあ、今日決めよう。ほぼ決まるっすかね、これで。これでもどこ行くか決まるからね。いいっすか、しっかり数があるよ、まずは。行っちゃっていいっすか、ね、はい、お願いします。出た出た。11番。11番。いや、川南。川南町。おととし所属してた橋口選手が来るはず。うわ、新富の奥なん。川南町に新富までやったギリやったのに。宮崎の真ん中ぐらいですよね、多分。ど真ん中やな。これ見せた方が良かったかっすかね。こうやって割り振ってます。11、ここ。ケンジ君大乱闘しましぶらだとめっちゃ弱いっす。しぶらね。いや、普段やっぱみんなやってるから、ちょっと忙しくて、ね、差が出てきてしまってるよね。やっぱやった分だけ強くなってるっすよ。俺らは積み重ねよ、うん、練習、サッカーと一緒や。練習した分だけ上手くなるからな。これまあまあ腕きついわ。腕がまあまあきつい。しっかりシートベルトしてね。シートベルトしてもそんな乗り出しちゃダメでしょ。どこや梅田選手、やっぱ意識高いっすね。移動長い。この移動中でももうこのケアを欠かさないという。筋膜リリース。筋膜ほぐれてますか。ほぐれてます。いい感じで、そこ顔ほぐして。気持ちいい。さあ、川南フラッツに着きました。
綺麗ですね。まだできてね、綺麗に立ってないそこに書いてありますけど、2020年の4月19日にオープンしたい。なんか見たことあるポスターもね、ありますし、綺麗パスタです。青島にもありますよね、こんな、うん、ありますよ、ね、同じやつでしょ。びっくりしました、まさか青島だけが。じゃあ、いろいろと行きます。探索してみましょう。川見の日町に初めて行ったんですけど、美味しいご飯屋さんとか、美味しいご飯屋さんは完全上はもうお肉とかお野菜とかいっぱい食べるので美味しいんですけど、まあ洋食とかで行くと、あの氷屋さん、氷、はい、氷屋さんって、あの川見の町の、はい、この商店街の中にある。地元の肉とかも使っているので、あのパスタとかピザとかいろんなものがあって、コース料理もありますので、すごく美味しい。ホーリーズとか、あと、飲食とかになると、ホテルさんって役場の近くなんですけど、そこもいろんな海鮮丼とか、いろんなものがあるので、美味しく食べるのが思います。ちなみに、こう変わらないで、ここに行ってほしいとか、そうですね。すごくですね、いろんなところあるんですけど、この近くに行くと、今度海に上がると、イギリスさん、ソーミの里って言ってお茶屋さんなんですけど、そこで抹茶のソフトクリームとかも美味しくて、結構皆さん行かれるし、毎週大丼と月に1回、第4日曜日にパレットランチっていうのをやってて、いろんなところから出店されてるので、すごくそこも話題になってます。ありがとうございます。で、ちょっと見てみます。はい。それでなんですけど、はい、僕たち一応、テギバジャーロ宮崎という、はい、サッカーチームでして、はい、あの新富町の、そうです。そうですよね、はい、テレビで入りました。ぜひ、このメンバーの中から、はい、お指名を3人決めていただきたいんですけど、シールを。はい、これなんか色があるんですか？いや、特にないです。はい。はい、もうインスピレーションで。ちなみに大丈夫です。25。何番？あ、いいっすよ。選んでいただいて。はい。僕はあの刺してみてください。刺してください。パッと見たい瞬間。はい、そうですね。もう好みなんでね、こればっかりは。上に貼っちゃっていいの？はい、大丈夫です。わあ、前だ。進化に。はい。加熱から。あ、そんなもん、いいですよ。あ、ありがとうございます。一票いただきました。一票いただきました。33番。おお、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってください、ね。ありがとうございます。もともとちょっと新宿で仕事してたんで、あ、そうなんですか。はい、よろしくお願いします。近くにいいお食事屋さんを見つけました。トロンパレット、ちょっとここで、お食事したいと思います。来ました、カツ丼うどんセット、唐揚げカレーです。体つき、うどんサービスしてもらいました。でっかくしてもらいました。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。いただきます。カツ丼からいきます。カレーからね。カレーからね。カレーから食べた方がいいのかな。熱い。うん、うまい、うまい、うまい、おいしいです。めちゃくちゃうまい、最高です。
川南おすすめです。12とかごちそうさまでした。いやー、すごい美味しかった。美味しかったです。いや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 、そのコーヒーとかもサービスしてる、最高です。石井健太です。はいはい、ありがとうございます。これで3人3人、はい、あと3人選んでおります。あと3人1人3人ですか。1人なんで、あの同じ選手でも シールシールを3枚取っていただいて、3人選んでください。なんかこう気になった選手がいれば、期待を込めてシールをこいつ頑張れよみたいな選手、はい、今度できたから、ほらホームランドが、そうなんですよ、新富町に行ってチェケバやろう、はい、ですです。なので気になった選手は頑張ってほしい選手がいれば、はい、はい、お願いします。1人3名お願いします。3名何でもいいです。まだみんな若いね。そうですね、一番若いのが19歳ですね、今年20歳。無視して自分の好きなやつ。どこから来た？ここから。アップルパイですか？アップルパイ。いや、便乗するわ。いただきます。いただきます。食べまくって。食ってしかないよね。食ってるね。後で抹茶ソフトしよう、また。いただきます。リンゴがすごい。ボロボロリンゴが。うまっ。これめっちゃ好きなんや、これ。いただきます。うまいです。うめぇ。甘すぎる。酸味がいいね。めちゃめちゃおいしい。うまっ。酒飲んで食べて。で、チーム全選手なんですけど、はい、おしめなんかを聞いてもよろしいでしょうか。なるほど。あの、1人というわけじゃなくて、はい、あの、3人3人まで、1人3人ずつ、3人ずつですね、3人3人シールを貼っていただけたらと、あ、わかりました。思うんですけど、もう、そうですね、顔とかイケメンがいれば、もういっぱいいるんで、はい、3人お願いします。色違いで、はい、あ、何色でも大丈夫です。笑顔がいいですね、はい、あと2人お願いします。あと2人ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゲシバ、ゲシバ。痛いだけや。ソーセージ食べますよ。ソーセージが夢なんですよ。これあのチーズとか入ってるやつ好きなんですよ。どれ？
チーズクラッカーとか多分。チョリソー、チョリソー。ダメなんだ。あ、うまそう。いや、それは好きっすよ。はい。僕たち、はい、テゲバジャーロ企画っていう、はい、サッカーチームのものなんですけど、はい。で、先週言ってるんですけど、はい。年上なんかの、ちょっと、年上の私の言い方さ、はい。女性名あ、あと川南町のなんかおすすめスポットみたいなところって何かありますかね。見て楽しむ。見て楽しむ。見て楽しむ。松山だったりさ、見えるんですけど、はい、旧型だったりとか、はい、自然の見方が好きだな、松山だな、今滝があったりとか、はい、色々分かりますけど、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。今日は川南町に行ってきました。無事終了しました。川南町の、ね、方々、みんな親切で、よかった、温かくて、とても親切でした。皆さん、ありがとうございました。そして、ナシメン結果発表。あれ、第3位は意外とね、ばらけたね。そうですね。2名、2票獲得が14番サミエル選手、17番前田選手、18番渡辺選手、22番渡引選手、32番石井選手、47番上田選手でした。一応同率3位まあ本当に多い違うけど、次が3票獲得広瀬選手5番で、25番上田選手すいません37番奥田選手と、はい、そして第1位は我らがキャプテン大健二。ありがとうございます。4票獲得。すいません、ボケに行ったから選ばれたようなものですありがとうございます。ありがとうございました。ということで、第1弾川南町できました。楽しかったです。そうですね、なかなか大変ですね。厳しみになってました。協力してくれた皆さん、ありがとうございました。また機会があれば、はいはい、いろんな街に行きたいと思います。そしてぜひユニリーバスタジアム新富に来て、僕たちをサッカーしている姿も見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、スタート。